大谷翔平、ドジャース全員に説明していた。3月21日の朝に大谷翔平の専属通訳をしている水原一平が違法賭博を行っていたとして解雇されるという衝撃ニュースが飛び込んだ。大谷は25日に会見を行い、進行中の調査もあるので今日話せることには限りがあるとして質疑応答はないものの、大谷の現在の心境、事件の経緯などを説明した。そんな中、大谷はドジャースのチームメイト全員に事情を説明していたようだ。その上でチームメイトは全員が翔平の味方だ、彼を 100% 信じ全力でサポートすると大谷への支持を強調している。実際会見した日の試合会場で大谷が何してるのという表情をすると、エンリケ・ヘルナンデスがラテン語通訳するために来たんだと返していたと実況解説者が明かしていた。新天地となるドジャースで孤立するかもしれないという声も多かったが、メンバーたちの気遣いが溢れている。入団早々に起きた大騒動ではあるが。